皆さんこんにちは、レソでございます。ヤクマン DS ね、続きやっていきましょう。チャレンジ対局上級コースのね、フィフスステージになりますね。ステージ5って言った方がいいのか。トンプ戦1回戦で一度も振り込みをしないということですね。はい、ということは、守ればいいと。簡単な話が。まあ、ここをだから、攻めに持っていくかね、その辺ですよね。パワー切りかな思ってたけど、悲観でしょうと思ってたから。よし、射点。終わった。スジャッソか。もうダメやね。はい、もう一回やります。一曲で振り込んでしまった。攻めるより降りろってか。あ、ドラかぶったね。これ弾丸構成やん。じっといたくないな。まあ、基本はいっそ待ち。で、トンドラドラやからね、まあ、ちょっと、落としたけどね。はい、トンドラドラね、ザンク。おい。うわぁ、笑うしかない。はね、竹置いといてっていうところでしょうけどね。ああ、それ引っ張ってくるんや。ああ、ダマでいい。本日、チュンドラドラ、違う。いドラドラやから、あ、積もった。跳ねた。あ、バイマーまで行った。積もったからね。おやばい、8000オールですね。これでもね、振り込んだら終わりやからね。全然こんなに取ってでもね、厳しいね。
だ。でトイレはピンズか怖え。サブロッピン、あーチューピン溜めちゃえね。すごい、サブロチューピンでもいけんのか。あ、そんなことはない。はい、これやっと、チューピン、あ、チューピンでもいけんのか。こうやからね、ウーピン頭と考えて、あ、ウーピン頭と考えてもダメか。シウオオロチね、あ、まあ、とりあえずさ、これ粘ればなんとか。メンピン、裏が乗るか。1枚乗った。
ほい。どうしよう。まあ上がりゃね。じゃないからね。でトップを取るということですね。どうしようかな。まあまあまあ、これはこれでワンステージやから、ちょっと今回ここで一旦というか今回終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。